路長国境路長国境はロシアと朝鮮民主主義人民共和国との間の国境である。ロシア側の定義によれば 17km の陸上の国境と 22.1km の海上の国境がある。ロシアの国境の中では最も短い。路長間の陸上の国境は都ン港及びその三角港の谷線であり、海上の国境は 両国の日本海上の領海に設定されている。基本国境条約は1985年4月17日に締結された。これとは別に、中路町三国間で中路町三国国境の位置を定める条約が締結されている。路町国境、中町国境はトマン方の谷線であり、中路国境が北から接近している。 実際の三国国境地点は河川の中にあり、そこに国境の位置を示す標識等を設置するのは現実的ではないため、三カ国がそれぞれ歌詞に標識を設置し、三つの標識の位置に基づいて三国国境の位置を定義することとなっている。国境に接するロシア側の行政区画は沿海地方の破産地区であり、北朝鮮側はラソン特別市である。朝鮮。 ロシア友情橋北朝鮮とロシアを直接結ぶ交通路はトマン港にかかる朝鮮、ロシア友情橋のみである。この橋は鉄道橋で旅客列車と貨物列車が通過する。橋の800メートル北東の破サにロシア側の鉄道駅、ハサン駅があり、北朝鮮側にはトマン港駅がある。両国間の鉄道は期間が異なるため、 トマン港駅で台車の交換が行われる。貨物列車は2の積み替えが行われる。有状況を通る旅客列車には、ハサン駅、トマン港駅間のシャトル列車のほか、北朝鮮国鉄によるモスクワ、ピョンヤン間の直通列車がある。直通列車は、モスクワから、ウスリースクまでは、モスクワウラジオストク列車、ハサンまでは、ウスリースク、ハサン列車、路長国境は、 シャトル列車、北朝鮮国内は北朝鮮国鉄の列車に並結されて運行される。運行距離は合計1万 272km で世界最長距離の直通旅客列車である。長らく友情橋はロシアと北朝鮮の国民以外には解放されていなかった。ただし2008年には2人の西洋人観光客が友情橋を渡る列車に乗車したほか、 2018年に入り、外国人も、路長両国を結ぶ直通列車に乗車可能になった。2015年4月、ロシアと北朝鮮の副首相は、両国間の道路での接続に関する合意に署名した。ロシア帝国と新朝の国境は、1860年11月に、北京条約によって制定された。この条約に基づいて、新朝は、 ウスリーガワイ島の領土をロシアに割上した。国境の元の記述には、トマン港の最下流20里が含まれていた。独立国としての朝鮮の存在は、ロシア帝国と新朝の間の1860年の条約で言及されなかったが、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、朝鮮における中国の影響は弱まり、日本の影響力が高まった。 1895年の下関条約により、朝鮮に対する新朝の作法体制は終結され、1905年の第二次日韓協約により、大韓帝国は日本の保護国となった。1910年の日韓併合条約により、日本は朝鮮を併合した。これにより、トマン公はロシア帝国と大日本帝国との境界になった。これは1945年に、 朝鮮の日本統治が終了するまで続いた。朝鮮の統治者が誰であるかにかかわらず、ロシアと朝鮮の領土は常に中国と日本海とを隔てていた。1938年、ソ連は沿岸地帯の天然資源を開発し、潜在する日本による侵略の危険性から国境を守るために、シベリア鉄道のバラノフスキー駅からクラスキノまでの鉄道路線の建設を開始した。 1 9 0トルの路線は1941年に完成した。第二次世界大戦後に、その路線はクラスキノからハサンまで延伸され、総延長は2 3 8トルに達した。ハサン駅は1951年9月28日に営業を開始した。そのすぐ後に、トマン号に木製の一時的な橋が建設され、1952年に、 最初の列車がロシアから北朝鮮に渡った。1990年、ソ連と北朝鮮は、トマン皇の谷線に沿って国境を確定する合意に調印した。この際、旧カト頓島はソ連領となったが、この合意を大韓民国は受け入れておらず、シカト頓島は韓国の領土とみなされ続けている。20世紀後半には、何千人もの難民や亡命者が、 路長国境を越えて脱北した。彼らは現在、ロシアや、その他の独立国家共同体諸国に住んでいる。トマンコの歌詞は、北朝鮮側が、山岳地帯でロシア側が低いため、毎年発生する洪水による侵食によって、トマンコの流路が、徐々に、ロシア側に向かって変化する、可能性がある。領土の減少の防止と、現地の国境警備局を、 洪水から守るために2004年から2008年までロシア当局は岩を使用した川岸保護プロジェクトを実施した。ありがとうございます。